祝いの思いに感謝を伝え、真心を持って歓待する。俺にとってはそれが誕生日というものだ。無論お前も承知の上だろう。だが、俺としたことが迂闊だったな。用意しておいた料理やスイーツが、お前の持ってきてくれたものとここまで被ってしまうとは。いや、気にすることではない。むしろ願ってもない事態だと言ってもよい。互いが好むものをと考え抜いた結果が現れているだけのこと。分け合うにはちょうどいい。準備をしている間の手探りで落ち着かぬ気恥ずかしさもきっと同じだったのだろう。心からの愛を捧げる相手のためのもてなしの宴。お前の喜ぶ顔が見たい。その一心だ。俺に身を委ねる覚悟をしておけ。互いの給仕をするというのもたまには悪くない。遠慮せず俺に任せろと言いたいところではあるが、お前も帰って気兼ねなく過ごせるようだ。なぜ笑う？俺があまりに満足そうだからか？確かに俺は今この上なく満たされている。テーブルの上には宝石のように輝くスイーツたち。だがそれ以上に、お前が共に祝ってくれることが幸福なのだ。何者にも邪魔をされず、二人きりでゆっくり過ごす。それが嬉しい。俺が最も欲するものは、お前しか与えられぬもの。なぜ、この気持ちを隠す必要がある？お前の前では、肩肘を張らずに素直でいたいのだ。手が止まっているな。そのようにいつまでもほうけていては、せっかくのスイーツが溶けてしまうぞ。お嬢様、おくつろぎのところ失礼いたします。よろしければ私と共に夜のティータイムなどはいかがですか？誠心誠意尽くさせていただきます。恐縮だなどと滅相もございません。私はただこの世界で最も愛おしい方と明かりを消すまでのもうひととき、お話をしたいだけなのです。昼はあなたの流儀に従って互いをもてなしたのですから、この大切な日、今夜くらいは私めに慈悲を与えてくださっても良いのでは？寛大なお心に感謝いたします。あなたの優しさにもっと甘えてしまいたくなる。この砂糖が溶けきってもなお夜通し近くにいられたらと。お前がそばにいない時間に耐えられるのだ。手のひらを重ね、口づけを交わし、思いのすべてを感じさせてやろう。だから、俺を愛してほしい。